神尾慎一郎の片組ラジオチューブ、皆さんこんばんは。片組おこと神尾慎一郎です。この番組はニコニコチャンネル三択プラス内で毎月配信中、神尾慎一郎片組ラジオの YouTube 版としてお送りしております。まずは今回のアシスタントをご紹介しましょう。自己紹介どうぞ。はい、タクルこと菊池タケルでございます。タクネームはタクルなのね。タクルでしたね。あ、僕は片組尾です。片組尾ってそれもすごいですよね。どう来たんだって。神尾のかと身の間にタクを入れたんです。あ、そういうこと。すみません。ということでまあね、今日タケルさん大町くんの代打ということで、はい、そうですね、初登場ではありますけれども、どうでした。いやいや、最初はめちゃくちゃ緊張してきましたけど。めっちゃしてましたよね。だってただでさえまずこの番組自体が緊張する番組ですよ。え、そうですか。いや、そりゃそうですよ。何かあったんですか。毎回毎回で神尾さんだってそうですけれども、さらに大先輩の方々がいらっしゃるっていう中でプレッシャーがありつつ、かつ後輩の代打。ああ、まあ、逆に僕はアシスタントって聞いた瞬間、誰が代打でいらっしゃるんですか。菊池さんです。菊池さん、菊池さんっていうのが新人さんですかっていう話を思いましたもん、はい、いや新人っちゃ新人ですよ。先輩来たわと思って。あ、まあまあそうですね、上に。嘘だろうと。アシスタントの人じゃないでしょうと思いながら。いやでももうアシスタントですよこの場では。いやでもね、もうカットインしてましたね、フリートーク。いやそりゃしますよ。しますよ。しなきゃダメでしょ。いいよいいよいいよ。どんどん言ってこそれ。だって、まあ、もちろんね、アシスタントの場っていうのもありますありますけどね。もちろん入りすぎてしまうのはやっぱ役割としては違うとは思いますけど、うんうん、じゃあ何も話さないでいるっていうのは、うん、逆にまた来た意味がない。そうですよね。なんかでも、お、拍手か。でもなんか思うのが、以前一緒にイベントを出たじゃない、はい、やりましたね、やらせていただきました。最上さんとかの時に、はい、あの時と比べてよりなんかフリートーク技術が上がってる気がしますけども、なんかひよっちゃダメなんだなって。あとなんだろう、これ言っちゃダメなのかなとか、そういうのはあんまり気にしないようには、ね、そうですね、放送禁止用語以外は気にしない。そうですね。まあね、一応収録だからとか、まあ、もちろんね、うん、編集するっていう手間もあるから、ありますからね、なるべく省いた方がいいとは思うんですけど、そこはがっつりいかないと。だってお二人ただでさえ強いのに負けちゃうもん。いやいや、僕はもうそれこそフリートークといえば海の声さんもガンガン入ってくるんで。いや、そうですね。そうなるとこういかに取りに行くかなんですよ。いかにここでカットインしていこうかみたいのでずっと狙ってる。いやでもこれなんだろう、言ってしまうと失礼なんですけど、うん、逆に言うと海の声さんにしかカットインできないんですよね、僕の立場からすると。千葉さんにカットインって今日知ってませんでした。いやでも話の流れから、ここ引き取れるなみたいなね、やってましたよね。で入る。いやいや、できてましたよ、うん、いやいや、そこはその今日は本当にね、さしげるさんでしたけども。いやだからね、本当に俳優として、そして声優としての面もありつつ、音響監督さんという部分の話もあったりとか、はい、本当にいろんな金言ばかりでしたけども、うん、そうですね、一番今でもパッと浮かぶこれだなとかありました。なんだろう、特にご質問では個性の話とかもしてましたけど、ね、もちろんそこもそうなんですけど、なんか僕の中で一番刺さったのは、もうスタジオに来てるだけで才能のあるんだね、ここに呼ばれてるだけで、はい、やっぱこういう場だと、なんて言うんだろう、やっぱそのこれから声優を目指す人に向けてのなんか希望みたいなのって結構なんかこうピックアップで上がるっていうのがあると思うんですけど、うんうん、その中でやっぱちょっとこう声優になり始めて新人でやっぱくすぶってる人たちっていっぱいいると思うんですよ、うん、僕も正直その中のうちだし、そうなった時にスタジオにさえまず出てる、来てる時点で、うん、もう才能があるって言ってくださるのは、うん、やっぱモチベーションにもつながるし、そうですね、やっぱしかもそれを千葉さんに言っていただけるっていうのがまたね、本当にそうなんですよ、上がりますよね。やっぱいるんですよ、この作品を撮れて一個名前が出た、うん、でもやっぱどん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 次に撮っていかなきゃいけない。いやそうですよ、今本当に声優目指してる人が多いから、めちゃめちゃ多いですね、年間1万人ずつ増えてるようなものですから。そうですよ、だからその中で生き残っていかなきゃいけないっていう中で、うん、少しでもまずスタジオだったりとか何か一つでも仕事を得ている時点で何かしらの才能があるっていう風に言っていただけるっていうのは、またこれからも励みになるな。そうですね、じゃあその言葉を言っていただけて自分はどう変わってきますか、はい、そうですね、でも今回のもので思ったのは、それこそ質問でも言いましたけど、うん、個性っていうのを
気にしすぎたのかなっていうのはやっぱ一つあったんですよね、うんうんうん、周りに勝つためにもちろん周りに勝つためで自分なりの芝居っていうのでまた一つの個性になっていかなきゃいけないっていうのは分かる思ってるんですけれども、うん、そうじゃない自分がやりたい芝居をちゃんと自分の中で確立していかなきゃっていうのは、うん、やっぱ千葉さんの話を聞いててすごい思ったなって思う。なんかいいですね、あのタケルさんが昔話してると違って和速が上がっててそのなんかしっかり芝居オタクみたいでいいですよ。いやあのよくあの好きなことを話し始めるとオタクになるって言われる。だから、ね、それって僕らって出るじゃないですか、芝居の話もそうだし、今日とかもやっぱり千葉さんだってバン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 投げかけてくれて、どこ入ろうかなと思いながらもういろんな話をくださったんで、だからね僕もだから今日で言うとで僕ね案外その今日は金言っていう意味で言うと、はい、いろんなもう全部そうだな今日、まあ、本当それこそ今日とかって、うん、あの自分の芝居を今日はこういう形で変えていこうって思った一発目っていう、はい、自分の中で割と普段は本当にファーストテイクを楽しんでるんですけど、うん、であと家帰ってからはちゃめちゃに練習して、うん、次絶対負けねえよってやるんですけど、今回しっかりこうじゃあ家から作っていこう作ってるっていうのよりはその千葉さんがおっしゃってた2つアプローチがあるよねっていううちの自分の中から出す方を今日はっていうやつでやってたので、はい、その自分の側から出すっていう方法があるよねって柴さんがおっしゃった時にそうだよね自分はどっちを選択するかだよねっていう時に僕はずっと前者を選択してきてたのでなんか自分の転換期じゃないですけどもまずはじゃあ本当自分の内からの方で言うて人生経験が強い方がいいってことは俺柴さんと人生似てんだよなみたいなそのテレビ見て、僕の場合はあの黒人の子がアーノルド・ボーヤは人気者という番組で、うん、あの吹き替えをやってた人が、うん、あの冗談は顔だけにしろみたいなことを、うん、日本語超うめえなと思ってたのが、うん、僕始まりでこの業界っていうのもあったので、うん、すごく自分はリンクするところがあったんでよし下道になろうってそっちに行ったんですね。王道を今やって最終的に目指す下道はいいじゃないですか。まあまあそうそう、ね、両方とも分かってる状態にしたいんでねやっていきたいと思います。だから僕は今日一番の金言はこれです。下道です、ね、下道下道まあまあまあなんか光っまあまあ本当ねそうですね光ってますよ光ってますいいですよね、うん、私から一個聞かせていいですか。どうぞ、はい、初たけるさんラジオを来まして、うん、突っ込んでいきましたちゃんと、はい、なんと、うん、後輩がお待ち、はい、からもう一つのリムスね、はい、のチームで、ね、出るんですが、うん、はい、この二人は今まで先輩に1回も質問したことがございません。嘘、そんな過去に1回も質問したことはございません。何かないのと聞かれてあたふた答えることはありましたけど、今回見ていただいて勉強になったと思うのですが、後輩に言いたいアドバイスは何でしょうか。あ、いいですねこれ他事務所も含まりますからね。いやだってこんなだってね、例えば今日誰が来るのかわからないとかだったらなんかこうもうその場の準備は ねできないかもしれないできないと思いますけど、あらかじめ分かってるんだったらせめて何聞こうかぐらいは一つ持っといて。貴重な場だぞ。こんな貴重な場ねえぞ。これは今多分ね見てる本人たちの脳内に直接響いてますね。いや本当、いやだってで、ただでさえ今さっきもね本編の方、本編って言うとあれですけども、うん、ラジオの方で話してましたけども、ただでさえ先輩と会える機会が少ないんですよ。こう今こうやって会って直接聞けるって、しかもレジェンド級ね。そうですよ、しかもそれを仕事でやれるんですよ。そうなんですよ、こんな言い場ないですよ。でその中でちょっとでも多く喋って自分のことをよりそれで、ね、爪痕残せるんだったら、こんないい番組ないじゃないですか。そうなんですよ、いい番組なんですよ。いい番組ですよ。もう喋らせないように僕は全部喋って聞いていいですか、はい、勉強になりましたか。いやそりゃもちろんならないことあるんですか。こんなことです。いやほら若手からはあんまりそういう感じが受けない。いやいや、あのたまあそれもちろんなんか人それぞれあの自分に合うものっていうのはもちろんありますけど、うん、じゃあ自分にそのやり方が合わないから、じゃあもう自分の勉強になりませんでしたっていうのもおかしいじゃないですか。一つのいろんな数ある方法をその場で今教えてくれるんだから、自分の手数が増えるってことじゃないですか。いやだから
よくねこんだけ多分たくさん思いがあったのに本当に集約して1個だけ質問したんだなっていうのが伝わってくる熱意ですよね、うん、本当に前回の、うん、あのおすずさんはいのやつもちょっと聞かせてもらったんですよ、うん、いや本当にだからもうなんだろうなこう前向きだったりすごいメモ取っておすずさん良かったですよねすごい良かったんですよでその中でじゃあ僕が勝てるというか同じ方向で攻めても絶対勝ってないんで、うん、意味ないんでじゃあどうするかっつったらもう熱量でいくしかないから熱量ありましたから凝縮した一言だった気がします、うん、本当にはいめっちゃ良かったですねいやもう僕はもうだから今日ねまたこれ終わって帰って何回も聞き直しますよ、うん、聞きますよ俺1音目こんな音で出てたんだみたいなねそうですそうですそういうのも考えた今はもう楽しいしかないですあ多分帰ってまた落ち込みますけどねで僕も毎回落ち込んではいるんですよあそうあの出さないだけでいやいやでも強いだってそこを乗り越えてまた次の行くわけじゃないですかそうですそうですだから僕のモットーは1回戦目は絶対負けるっていうのも承知の上で準備をしないっていう方向に行ってでボロボロ負けるじゃないですかでそれで あいつあんなもんかって思わせといて次やった時にベラボ行ってやろうっていうもうそのストイックなところがもうやるしかないんでねちょっと負けないように頑張ろうって思いますもんさあそんなわけでですけどもね、はい、本編まだ聞いてない方はこんだけ熱量のあるねたけるさんが本当に凝縮したこの人差しっていうね質問をねしてますので、ぜひね概要欄からぜひチェックしてみてください、はい、でせっかくなんでたけるさんのことをちゃんと掘り下げよういいんですかそんなこといいんですよだから NG なしですってNG なし真上は、まあまあ、NG なしっていう、まあ、収録ですか、ね、いやいやあのこれ取って出しなんで練習ないんですいませんねあはい、はい、じゃあ行きましょうということで、はい、そうですね、うん、まずは今一番したい仕事は何ですか今一番したい仕事ですかびっくりしたよね質問例に1個も1個もなかったですね、はい、いやうーんでもやっぱ僕はアニメですかねアニメ、うん、アニメのアニメでアニメの何、はい、何って言われるとそうだなでもシリアスなのをやってみたいですアニメのシリアスの何何そうだなシリアスめの恋愛ものやりたいです僕主役ですかもちろんああよかったそこができるようになったらやっぱ強いなって思うんですよ恋愛ものってやっぱりこう、うん、めちゃくちゃこう感情の機微が激しく動くじゃないですか、うん、その中でラブコメディももちろん好きな僕、うんうんうん、あの漫画とかアニメとかすごいラブコメディ好きなんですけど、うんうんうん、それっていうのはなんか見てる純粋に視聴者としてなんかこうほんわかするっていうか、うん、っていう方が強いんですけどシリアスな恋愛ものってなんだろうあ見てる側っていうのは楽しいだけじゃなくてあきつらい昔の自分のね何かと思い出が重なったりとか、うん、だからこそすんごい細かい芝居っていうのがあの表現が求められると思うんですよ、うんうん、それで主役取れたらまあ、もちろんいろんなジャンルありますけど一つ自分の中で柱ができるというかなんかねいいよなそんなたけるさん声優を目指したきっかけはもうここで戻ってきますねそうですね僕あの正直小学校から中学校に上がるぐらいまでは本当にアニメとか漫画っていうのはあんまり見てはいたんですけどスポーツ少年な感じですかいやどっちかというと勉強だったんですよ進学校系の子なんか塾そうですね塾ですね、うん、もうとにかく勉強してあのいいところに行ってあのいいし、まあ、まあそれなりな仕事について、まあ、本当に普通の生活しよう円満な、うん、思ってたんです、うん、でその中で中学に随分固めの小学生ですねいや、うん、まあそういろいろ夢はあったんですよただその時はそういう風に思っててでもその時ちょっと別なんですけど、うん、あの話すなんだろう中学の時にじゃあ中学受験するのかって親に言われたらいや友達少ないからちょっと普通のこのまま私立でいいやつか都立の方に行こうって結局行ったんですけどそこの中であの国語の授業があって、うん、で、まあ授業で音読ってありますね。じゃないですか、うん、で僕は何気なくしに普通に刺されたんで読んでたんですよ、うん、そしたらあのその国語の教師にお前いい声してんなおそういう何気ない言葉って嬉しいですよねそこで声優とか向いてるんじゃないかってそこまで言ってくれるんですかくれたんですよえ回し物どっかいやわかんないですけど、うん、でもそれを聞いた時に声優ってなったんですよパッと浮かばないってことですよね、うん、なんだ西野友みたいな確かにスーパーってなスーパーの方一緒になりましたけどまあでも
まあ、一応職業がそういう職業があるっていうのは知ってたんですよ、うん、ただ改めて自分の過去を振り返った時に、うん、昔からなんか遊びってなった時に外で走り回って遊ぶよりかはなんかなんだろう、おままごとインドアな感じの、ごっこ遊びとか好きだったし、うん、なるほど、あと一回その小学校の時に、まあ、近くの劇団みたいなので、ミュージカルにちょっとまあボランティアみたいな感じで出たことがあった、うん、その時にあちょっとの役だったけど楽しかったな、うん、で小学校の学芸発表会とかああいうのもちょっと楽しかったな、そう先生やってたなみたいな、もしかして俺演技好きなのかな、うん、なるほどってなって、あのま、これからちょっと役者も目指してみようってなった時に一番最初にアニメを見たのが僕クラナドだったんですよ、うん、その声優っていう職業を知ってから、いいね、男友達に勧められましたって感じですね、これいいからって言われて、あ見てみるってなった時に、もう本当に泣きましたし、いやこれ中村雄一さんのお芝居とか、うん、それこそ坂口大輔さんの芝居にもすごく惹かれたんですよね、うん、だから僕さっきアニメもやりたいって言ったんですけど、うん、僕すっごい別の目標もあって、そういう恋愛アニメとかゲームとかの脇役やってみたいんですよ、脇役っていうか友人、昔で言うなら上田裕二さんみたいなもんだね、そうですね、うん、だからそういう立ち位置もできたらなって思って、それが一番最初のきっかけだったのがクラナド で、そこからも高校を経て専門学校を経て今に至ると。専門学校だから高校卒業して専門学校、そうですね、もう高校に行った時点でもう声優になるっていうのも自分の中で決めてたんで、もう高校3年生始まったぐらいに通い始める、もうそうです、栄養入試、もう結局入ったのは卒業してからなんですけど、はいはいはい、早期入学届みたいなのを出すと僕の母校アミューズメントメディア総合学院ですけど、ですけど、そうですよねでそこって早期入学できるじゃないですか、僕でもね、僕はなんだよね、なんだっけ、専科だったから、マスターとかそういうことですね、で僕らの本科の方は本科の2年の方ね、そうですそうです、先に行けんだよね、早めにね、そうなんです、あったあった、でそれをやってたんで、もうなんだろう、ちょっとそこから芝居のお勉強をすぐに始めたりとか、だからそうなると事務所に入ったのはいつなの、何年前だい、僕2015年に入ったんですね、うん、なんで、6年前になるんですかね、時さんが1個上です、1個上の直属だよね、直属 の専門学校でも先輩です、MMG でも先輩です、はい、そうですね、で、まあ、先に時さんがウィズラインに入って、でその時に入る直前にインターンシップでお仕事やらせてもらってたんですけど、うんうんうん、その時にトキさんも一緒の作品でやってて、うん、その時の CD をうちの事務所の社長に、まあ、次なんかいいのいない、うんうん、っていうトキさんに聞いた時にこんなのいますよって、はい、ってなってそこでお声掛けいただいて、ほえあお互いだ、いやでもそういった意味で言うとやっぱ縁だな、ご縁は大事ですよ ね、やっぱりね、さっきやっぱ千葉さんもね言ってらっしゃいましたけど、たくさんのご縁話してましたけど、うん、じゃあ声優として、はい、まあ、今7年目ですか、はい、今心がけていることってありますか、今です心がけていること、そうですね、まあ、なんだろう、さっきの話を聞いてしまうと、うん、なんだろう、俺が今こうしなきゃっていうのはやっぱ芝居を楽しむことっていうふうに今戻ってきてるんですけど、うん、なんかその前まで本当直前まで考えていたことっていうのは何て言うんだろうな、そのもちろん楽しまなきゃいけないっていうのはもちろん自分の中で思ってはいたんですけど、うん、エネルギーを使わなきゃいけないっていうのは自分の中で何回も思い出そうすようにはしてます、だからなんか今日は以前あったたけるさんとは違ってとてもエネルギッシュです、なんかその例えば芝居やってる時とか、まあ、毎回毎回できるわけじゃないんですよ、うん、やっぱ本当にいいって褒められたりとか、よか自分の中でも良かったなって思った時の芝居って疲れてるんですよ、うん、体が、そうですね、すごいエネルギー使ってますよね絶対ね、没入感がってなった時にこれ忘れちゃいけないなって思ってるのに忘れちゃったりするところが自分もまだまだだなって思うんですけど、今日の千葉ジュキエルさんとの掛け合いはどうでしたか、お疲れですか、いやでもなんだろう、心地よい疲れというか、うんうん、終わった後にこうやっぱ緊張してるから多少汗とかあったりするのそれがスーッて抜けてって、だから
整った感じですね。そうですね、そうですね整ったは合うかもしれない本当に。だから、ね、本当僕らで言えば今日悔しいのはあれですよね、全部手のひらでやられちゃってるから、そうどっかでこうそれがなんか頑張って行こうって投げても、うん、そんだけ間を取られたら無理だみたいなやられちゃうよみたいな、取られちゃったよ主導権も 無理だよみたいな ね。でも本当に分かりやすくこうしてねっていうのが若干伝わってくるんですよね、芝居を通して。だからそれがそれをしてもいいし違う方でもいいよというやつですよね。いいんですけど、でもあこれ乗り越したいけど、なんだろう、それをやる力がない、乗ろうっていい波乗ってんねみたいになっちゃうからね本当にあ力が足らねえっていう、まあ、あとはね、それこそそういうのを2人で今日そういう思いありましたけど、うん、割とこの番組ってYouTube 版ですから、はい、声優を目指してる方とかも見たりするので、うん、いざ声優になって7年目、はい、理想と現実そのギャップどうでしょう。どうですかね、理想と現実、うん、正直やっぱそのこの業界に入る時点でやっぱり厳しいものだっていうのは理解して、どっかでなんかね、うん、やっぱなんかやっぱテレビとかでやっぱいろんなその声優だったり役者だったりを教えている現場を見せるとかってあるじゃないですか、うんうんうん、もちろんあれが全て正解とは思わないですけど、うん、でもやっぱそういう厳しくなんか怒鳴ってるシーンもあったりとかしますし、うんうん、もう本当に厳しい世界なんだっていうのはあらかじめ思って入ってはきてたんです、うん、で自分がその入ってこのぐらいで自分は声優だけで食えるようになってっていう、こう自分の理想目標みたいになるじゃないですか、こういう形でいきたいなって、うん、それとのズレとか逆に今ライン取り来てるとかあります？いや、そこのズレっていうかはないと思う、うんうん、絶対にここで売れてるっていうのはないんですよ僕としては、まあ、これ言うとちょっとエネルギーないんじゃないかって思うんですけど、うんうんうん、僕の最終目標は死ぬまで芝居したいんですよ。あでもそれはエネルギーあると思いますよ。で僕だって同じですマイク前で死のうって言ってんでいや本当にそれ理想だなって思ってて、うん、ただその中でじゃあそのやっぱもっと細かく本当だったらここの年齢までにこういう風な役をしたいとかね、うん、あったりしたいんですけど、でもそれってやっぱどんどん世代が変わっていく中で見えないものもあったりするじゃないですか、うんうんうん、そうなった時に僕が一番こう自分の中で思ってるのが、あ売れてるビジョンはまだ見れないけど、うんうん、この業界から外れてるっていうビジョンも見えない、うんうんうん、絶対この業界にはいるっていう、このビジョンは絶対僕の中で見てたいし、うん、これからもそれを信じてやっていこうっていう点では、うん、ズレっていうとまたちょっと違う話かもしれませんけど、うん、なんだろう、確信はありますね。あと難しいですよね、その僕らの言う売れてるとか食えてるとかってありますけど、うん、売れてるかっていうと僕は基本的にはそのお芝居でオファーが来て初めてやっと引き合いがあったって思う風な発想なので、うんうん、まあ、今は食えてるだと思うんですよ ね、うん、そうですね、食えてる、うわそれは本当にそうですね、 それをなんとかこう、うん、いつか来るんだろうか売れてると言える日がみたいなものでやってますけど、うん、そこには持っていきたいですね本当に、持っていきたいよね。さあというわけで、はい、こっからはやるんですよ。やるんですね、無料公開アーカイブが残るよ YouTube 掛け合いをやるんですよ。掛け合いが、はい、というわけで、みんなやってきたんですよ。はい、というわけで、タイトルコールお願いしていいですか。はい。グッドボイス、グッドスリープ選手権。ほう。はい。もう本当にねこの番組を見ている人では恒例だとは思いますけれども、はい、毎回ゲストの方と、神尾さんが用意された台本を読み勝敗をつけるという本編で おなじみのコーナーを今回僕も本編でも参加させてもらいましたが、神尾さんと2人でやりましょうよ。お貸しいただいて、いや胸を貸すなんて僕も胸を借りるつもりでやりますから、いやいやいや、やりますよ。まあ、でも楽しんで楽しんで、楽しむのは一番で、多分いつもその多分キャラを、うん、キャラに寄ってくっていうのを多分アプローチをしてたかもしれない、まあ、一緒にしちゃいますけど僕たちが、うん、自分の中から出すっていう方で、はい、今回もトライしようじゃないかと。そうですね。どっちやりたいですか。
いや多分普通に普段の考えで言うと、うん、僕多分 A なんですよ、うん、いいんじゃないですか、やっぱこう追っかけてる追っかける、うん、でも楽しみたいしな、うん、やっぱ違うことやろうかなって思うんで B を初手 B ですね、今回の話は取材をしたい記者、ホテルに泊まっている取材対象を追っかけている30代を私神尾が、はい、そして30代のホテルマンフロント係のチーフ、うん、こちらをたけるさんがやってくる、はい、それでは用意スタート。ああすいません、ちょっと伺いたいことがあるんですが。いらっしゃいませ、シェーンホテルへようこそ。ああすいません、今日明日の宿泊でミスターアルフレッドはいらっしゃいますか。ここで宿泊してると伺ったのでご連絡が取れると嬉しいんですが。ミスターアルフレッド、少々お待ちください。ああお客様はアルフレッド様とどういったご関係の方ですか。関係、はい、お客様の個人情報を外に漏らすことはできませんので、お二人のご関係性をお伺いできますと当ホテルとしても大変助かります。ああうん、友人であり、そうビジネスパートナーかな。ちなみにお部屋の番号は。あ、いや急な連絡があって急いで連絡取れればってメールが届いたんで。あそうですか、ではお客様のお名前をお伺いしても。名前ですか、僕はマイケルです。マイケル様、残念ですがアルフレッド様へのお取り次ぎはできかねます。どうしてです、何か問題ありました。申し訳ございません、ご理解ください。お客様の個人情報を守るという観点からお部屋番号を教えしたり内線でお呼びすることはいたしかねます。あーなるほど。失礼いたしました。それではこちらで何とか連絡を取ってみます。そのようにお願いいたします。何とか騒がれ済んでよかった、少なくともこのホテルに宿泊してる裏は取れたからよしとしよう。はい、さあ入れ替えよっか。いやー入れ替えましょうか。入れ替え、ではよし、逆を逆転して、はい、はい、お願いします。はい、いきます。あすいません、ちょっとお伺いしたいことがあるんですが。いらっしゃいませ、シェーンホテルへようこそ。すみません、今日明日の宿泊でミスターアルフレッドはいらっしゃいますか。ここで宿泊と伺っていたのでご連絡が取れると嬉しいのですが。ミスターアルフレッド、少々お待ちください。お客様はアルフレッド様とどういったご関係の方ですか。あ関係、はい、お客様の個人情報を外に漏らすことはできませんので、お二人のご関係をお二人のご関係性をお伺いできますと当ホテルとしても大変助かります。あ友人であり、そうそうビジネスパートナーかな。ご友人なのにお部屋の番号すら知らない。あいや急な連絡があって急いで連絡が取れればとメールが届いたので。そうですか、ではお客様のお名前をお伺いしても。あ名前ですか。その僕はマイケルです。マイケル様、残念ですがアルフレッド様へのお取り次ぎはできかねます。どうしてですか、何か問題ありました。申し訳ございません、ご理解ください。お客様の個人情報を守るという観点からお部屋番号を教えしたり内線でお呼びすることはいたしかねます。なるほど、失礼いたしました。それではこちらで何とか連絡を取ってみます。そのようにお願いいたします。はあ、なんとか騒がれずに済んでよかった。少なくともこのホテルに宿泊している裏は取れたからよしとしよう。はい、ということで、はい、やっぱりあれですよね、初見ってこうなりますよね。めっちゃ甘がみしたしもなんか。でもなんかその初見が残るって、うん、何度も聞けるんですけど、うん、毎回その聞いた時に多分これをちゃんと作り込んできて、こういうことをしてたらとか、多分間をもっと使ったりとかってやって、キャラをつけたり、うん、呼吸とか、いろいろできるんだろうなと思いながらも、やっぱりまっさらでやりたくなる。いやそうですね、思いもあって、いやもうだからさっきの1回目の
全部忘れましたいやでもなんかやってるうちにあれなんか俺さっき神尾さんがやってたこと同じとこなぞってねえかみたいな、なんかねそう僕もなんかやりながらあでもこの言い方ってタケルさんと一緒だったよなとか思いながらどっかがどっかそうなっちゃうってありますけども、いやーやっぱでもそれが楽しいな、楽しいですし、僕らはこれが一生残るっていうのがね、良いことだと僕は思って今いるので、うん、うん、そうですね、もうやっぱこの仕事についている以上はたとえどんな芝居やったとしてもなんだろう、もう残していける、そうですね、うん、なんか自分を残していけるっていうところもやっぱなんだろうな、こう人生長く見たとして時に考えてもやっぱ特別なことだなって、なんかすごい素敵なことを言ってましたよ。何ですか、僕だったらそれは多分僕はあれですね、なんか自分がいつもマーキングできてるんでみたいな言っちゃうのにそんななんかいいですね、違う、おしゃれな感じ、僕はそれがスポット、いやそれ言えたら俺めっちゃまた登録力の上がるってことになりますよ。いや俺そういう面白いこと言いたい、面白いことじゃないですよそんななんか高尚なものじゃないですよみたいな、だってなんかそのなんか一つツッコミどころができるじゃないですか、まあまあできますけど、ね、うん、だからまあ武さんがそっち行ったから僕こっち行っただけなんでみたいなのはあります、理解しが本当にすごいと思いますけれどもね。さあというわけで、ええ、武さんのとこです、はい、ごめんなさい、もう普通に芝居楽しんでしまいました、さて、片組ラジオ本編の最新回では、千葉茂さんをゲストに迎えて、うん、ためになるトークをたっぷり語ってもらっております、はい、こんなに熱いタケルさんが本当にこう隙間を狙って本当にこの質問だといったこの熱いトークを聞けるこの本編最新回、概要欄チェックしてぜひ、ご視聴いただければご視聴いただければと思います。それではまた次回お耳にかかりましょう、さようなら、さようなら。